start 3分前です。The race will start in 3 minutes. 3 minutes before. さあ、ご覧のように、国内、リディア・グリゴレエはロシア。ナンバー3番、ミハエラ・ボテダン、ルーマニア。ナンバー4番、タチアナ・ラベラシュミルコ、ウクライナ。ナンバー5番、アイリーン・モガカ、ケニア。そして国内招待選手、32番、福士加代子、ワコール。33番、島原清子、セカンドウィンド AC。34番、野尻あずさ、第一生命。35番、堀江千佳、ユニバーサル・エンターテイメント。37番、重友理沙、天満屋。そしてペースメーカーは61番、アニコ・カロミッチ、ハンガリー。62番、ジュリア・モンビ。さあ、ここっとスタート時刻が迫ってまいりました。さあ、スタート1分前です。1 minute before。 60秒前。30秒前。20秒前。10秒前。基地について。さあ、一斉に選手のスタートを切ってまいりました。第31回大阪国際女子マラソン大会、第30回2012日本オリンピック競技大会代表選手選考競技マラソン、今選手はスタートを切ってこのトラックを破りました。さあ、前の方には外国招待選手、そして国内招待選手、その皆さんがしっかりと先頭集団といいますよりは縦に長い一列になっています。さあ、その中には今日日本期待の福士加代子さん、ワコール、島原清子さん、セカンドウィンド AC、 ロジーラズさん、第一生命、堀江千佳さん、ユニバーサルエンターテインメント、重友理沙さん、天満屋。国内の招待選手5人、そして一般参加坂本直子さんもこの中にしっかり入っています。ベリーのチャンピオンコンスタンティナ・リカさん、ルーマニアはナンバー1番をつけています。ナンバー2番がエディア・グリゴリエワさん、ロシア。3番がミヘイラ・ボテザン、ルーマニア。ナンバー4番はタチアナ・ラメラシュミルコ、ウクライナ。アイリーン・モが5番でケニアであります。さあ、先頭集団ここで17名ぐらいに絞られてまいりました。さあ、国内外の招待選手、そしてレースメーカーがしっかりと11人中の先頭集団の中に入っています。今日は先ほどのグラコンでありましたように気温が摂氏 5.5 度になりました。今12時スタート時点のグラウンドコンディション入りましたのでお伝えいたします。天候は曇り、気温摂氏 5.5 度、湿度 56%、 西北西の風 3 メートル、風の方は少し一時間がいたしました。あ、雲だ雲だ。出場選手、先ほど申し上げましたお訂正いたします。出場選手は438名です。さあ、ご覧のように大集団がしっかりと形成されています。先頭には日本の福士加代子、島原清子、小尻良さん、堀江千佳、重友さん、しっかり入っています。海外招待選手、コンスタンティナ・ディタ、エディア・グリゴエワ、ミハエラ・ボテダン、タチアナ・アメラシュミコ、アイリーン・モガカ。
20時間20分そこそこでぜひ競技場に戻ってきていただきたい。さあ大型映像ご覧ください。マラソンゲートを出ていきます。これから長井公園周回コースをぐーっと回って公園の長井口から一般道へ出てまいります。さあ一般参加の皆さんです。マラソンブーム、エリートマラソンの大会でも熱い層が形成されてまいりました。さあ皆さんもぜひこれまでの練習の成果をしっかり出して、自分の記録をぜひ上回って最高の笑顔でこの競技場に戻ってきましょう。さあ女子ランナー一般参加の皆さんがマラソンゲートから出てまいります。